どうも金城です。今回 20.3 は、18.4 のレピートですね。発表されたので今日はちょっと動画は、作戦とアドバイスについて話したいと思います。はい。でちょっと今日は RX スケールで3つのグループに分けました。じゃあまず RX から話していきたいですね。 RX の、グループ1、グループ1はまあ結構、上級者向けで、なかなかまあ2周目のハンドスタンドウォークと重たいデッドリフトに入るなって思う人たちの、グループです。なので最初の21、15、9のダイアンですね、ハンドスタンドプッシュアップと、102キロと、ごめんなさい、女性の重さ覚えてないんですけど、最初のデッドリフト と、ハンドスタンドプッシュアップの方をしっかりペースして、2周目の重たいデッドリフトと、ハンドスタンドプッシュアップができるように、ペースするのが大事です。なのでここはちょっと上級者向けで、2周目に入ってちょっといいスコアを伸ばしたいっていう人たちはもう最初のダイアンを飛ばしすぎちゃうと多分2周目の重たいデッドリフトができなくなってくるし、ハンドスタンドプッシュ、ハンドスタンドウォークもめちゃくちゃになる可能性があるので、ここをちょっとペースしてあげて2周目の重たいのと、ハンドスタンドウォークがしっかりできるようにしましょう。グループ2、ここはもうハンドスタンドウォーク一切できません、でも重たいデッドリフトはなんとかいけますっていうグループです。ハンドスタンドウォークまだ、5フィートなんですけど、5フィートが152センチですね。その152センチハンドスタンドウォーク1個もできないっていう人はもうそのハンドスタンドウォークまでのレースです。どれだけ早くできるか。なのでデッドリフト終わったらそこのタイムブレイクのタイムがあるのでハンドスタンドウォークまでのレースになります。なので2周目の重たいデッドリフトの21回のデッドリフトをどれだけ早く終わらせれるかですね。それがグループ2になります。グループ3、こちらは、もしそのハンドスタンドウォークまで行かないでもうデッドリフト143キロ2周目の重たいデッドが多分もう厳しいなっていう人はもうそこで何回できるかが言ってしまえば勝負ですね。143キロと女性の重さは100キロかな、ちょっと覚えてないんですけど、2周目重たいデッドリフトを何回できるかが勝負になるかなと思います。で、あとはまあそこ最初のダイアンもちょっと難しいってなればもうタイムっていうよりはもうどれだけできるかですね。ここはもう一生懸命頑張るしかないです。だからその3つのグループです。でスケールも同じように3グループ作りました。スケール、これは正直デッドリフトとかパワーある人は結構余裕だと思います。なぜならほぼほぼデッドリフトのワークアウトで、スケールのデッドリフトはそこまで重たくないし、あとはハンドリリースプッシュアップとベアークロールなので、デッドリフト以外の動きは結構ロースキルで多分誰でもできるような動きになっています。なのでもう力ある人、デッドリフトできる人はもう多分もう最後まで終わります。プッシュアップと、ベアークロールそこまでハードではないので、もうしっかりここはレース to the finish、 もう終わりまでもうレースですね。これでいいスコア、もうタイムを出しましょう。グループ2、実際まあちょっとデッドリフト、その重さ、デッドリフトの重さがちょっときついし、ある程度のまあプッシュアップも苦手ですっていう人はちょっとペースを考えて分けていかないといけないと思います。なのでしっかり刻んで、一応まあ9分以内で終わらせようとしたらちょっと9分をうまく使うようにしましょう。プッシュアップもやりすぎず、ハンドリリースもまあ一回下で休憩するので、そこへまあどうやってどういうテンポで刻んでいくかですね。あとデッドリフトも刻んでいきましょう。21、15、9で45回なので、最初21をバーッとアンブロークンでやって、次の15回全然できないな、やってならないように、そこはペースして考えましょう。でもデッドリフト得意な人はこっちのグループ1ですね。だからデッドリフトも余裕で得意っていう人と、デッドリフトちょっとこの基準の重さまだちょっと重たいなっていう人はペースを考えるってことです。グループ3、最初のデッドリフトとプッシュアップはできるけど2周目のデッドリフトができませんっていうグループです。グループ3は2周目の重たいデッドがもう私の PR を超えてますっていう人はもうその2周目のデッドリフトまでのレースです、言ってしまえば。ってことは、タイブレイクが9の、9回のデッドリフトですね。1周目の9回の軽い方のデッドリフトのタイブレイクプラス、そこでプッシュアップ終わったら同じスコア、プッシュアップ同じ、まあ、9、9終わった人と同じスコアだってあれば、その最初の週の軽めのデッドリフト9回終わった方のタイブレイク早い方が順位上がるので、今ちょっと分かりづらかったかな、21、15、9、ちょっと待ってね。最初の21、
15、9、1周目、1周目の方で2周目の21のデッドリフトができません、重すぎますっていう人は最初の21、15、9デッドリフト終わった後にタイブレイクのタイムが必ずつきます。タイブレイクってことは9回のデッドリフト、ハンドリリースプッシュアップ9回で、次の2周目のデッドリフト1回も上がらない人が複数いた場合は、ここの9回の軽めのデッドリフト先に終わらせた方のタイムが早い方が順位いいです。早くここのデッドリフト終わらせた方が。チェコさん大丈夫ですか？すげえ険しい顔してますけど。うん、大丈夫。 OK。 チェコさんが分かんなかったら視聴者の皆さん分かんない可能性があるので。ってことは2周目の、まあ、簡単に言うと2周目のデッドリフトが私には重すぎますっていう人は、もう最初の1周目の21、15、9のここの9回のデッドリフトを誰が先に終わらせるかです。簡単に言えばここまでのレースですね。グループ3はいいでしょうか。 3グループで分けましたって感じです。もしちょっとアレックスなんだっけっていう人はちょっと動画巻き戻してくださいっていう感じです。いいかな、チエさん。大丈夫、分かりやすかったですか、うん、皆さんももし分かんなかったらちょっとコメントに残しておいてください。多分でもこんな感じです。 RX とスケールで3グループで分けて、自分がどこで当てはまるかっていう人はもうちょっとそこを考えていくといいかなと思います。で、あとこれセットアップがめっちゃ長くかかるので、動画とか、RX とかちゃんとしたハンドスタンドの高さとか測らないといけない人はマジでセットアップ時間かかるので、セットアップしてカメラのアングルとかももう決めちゃってからウォームアップ入った方がいいです。ウォームアップしてからセットアップしちゃうと、すごいもう体冷え切っちゃってまたウォームアップしないといけないっていうことが起きるので、セットアップしてからウォームアップして、でウォームアップできたらもうそのままゴーってできるようにしましょう。以上です。じゃあ皆さん 20.3 グッドラックでございます。あと他に質問ある方はぜひコメント残して、チャンネル登録もお願いします。グッドラック。